皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。今回はジョセフさんが1月10日に配信した火曜日恒例の予言の3回目をご紹介します。今回はカットが必要でしたので、ノーカット版はメディアブルで公開します。2023年1月10日の予言。エネルギーシフトと嵐についてお話ししましょう。これは興味深いお話で、太陽フレアとシカゴマーカンタイル取引所との関係についてお伝えします。このエネルギーは地球に降り続いており、太陽は活発に活動しています。以前の予言で大規模な太陽フレアの後に大地震が来るとお伝えしました。しかしそれだけでなく、このイベントは世界全体にとても大きな影響を及ぼすのです。つまりこの太陽フレアは単に気候変動や地震だけをもたらすのではなく、この世界全体に大きな出来事を引き起こすのです。スピリットによれば、この太陽フレアは人々を次の段階への覚醒に導くそうです。ですので、これから起こるであろう地震や異常気象には注意を払ってください。これから太陽の活動域は地球の方に向きますので、来週にかけてさらに多くの太陽フレアの影響が出てきます。その状態は1月21日の新月まで続くのです。この非常に強い太陽のエネルギーは水曜日から木曜日にかけて世界中に降り注ぎ、皆様の感情は大きく揺さぶられます。そして様々な出来事が起き始めるのです。この事態は4月から5月にかけてやってくる次回の水星逆行に向けたウォームアップだとスピリットは言っています。最近私はカリフォルニアでの大洪水や土石流、そして救助隊が出動する予言をしました。それはまさに異常事態であり、カリフォルニアが緊急事態宣言を発令してもおかしくないようなお話です。実際に今カリフォルニアでは洪水や土石流により救助隊が出動しています。スピリットによれば、これはまだ始まったばかりであり、カリフォルニアの方々は気を強く持っておく必要があります。これからさらにひどい土砂崩れが襲ってきます。特に以前大規模な森林火災があった地域で起こるでしょう。大災害の後には悲しいことに大量の難民が発生します。気候変動や地震などにより人々は移住を余儀なくされるのです。このような事態がいつ来るのかまではわかりませんが、将来確実に起こるでしょう。これから多くの異常気象が起こるため、私たちは警戒しなければなりません。そのようなビジョンがたくさん見えます。その詳しいお話は2023年の気象予言や国ごとの予言でお伝えします。気候変動についてはとても鮮明に見えるビジョンがありますので、皆様にお伝えします。ニューヨークで大洪水が起こります。今を遡る2017年の予言で疫病が蔓延し、人々がマスクをしているとお伝えしましたが、実際にその出来事が2020年に起こりました。つまり予言が的中するのに3年かかったのです。以前もニューヨークが洪水や巨大津波に襲われると予言しましたが、それはすぐに起こるというわけではなさそうです。また近い将来のニューヨークの話題に戻りますが、街の一部が水浸しになっているのが見え、タクシーの屋根が水から顔を出しているのが見えます。また前々からトンネルが崩壊するお話もしており、それはニューヨーク近郊にあるリンカーントンネルも含まれます。そのビジョンが最近とても鮮明に見えており、その予言の的中が近いことを物語っています。巨大な洪水災害が起こる前にいくつか小さな洪水があり、その巨大洪水はハリケーンによって引き起こされます。原因となるハリケーンはニューヨークをかすめるようにやってきて、ロードアイランドやマサチューセッツあたりに来るでしょう。洪水はアメリカだけでなく、イタリアのベネチアや日本にもやってきて、日本では土砂崩れも起こるでしょう。ニュージーランド、ワシントン、カリフォルニア、オレゴン、そしてアリゾナさえも、これら東海岸を含めて災害がやってきます。前にスピリットはどこで災害が起こるか注視せよと言っていました。
創造主である神は闇側や悪人たちが救う特定の地域を狙って災害を仕掛けてきます。ですので多くの闇が潜むニューヨークで大災害が起こっても不思議ではありません。大量の水が洗い流さなければならないものを洗い流すのです。経済のお話に移りますが、私は別に経済の専門家でもなければファイナンシャルアドバイザーでもありません。これはあくまでもエンターテインメントとしてお聞きください。中央銀行制度に今までにない大きな変革が起こり、新たな制度が導入されます。それは仮想通貨を厳しく取り締まり、中央銀行が仮想通貨を支配できるようにするのです。2023年は銀行制度そのものも大きく変わるでしょう。前々から悪人たちは何もかも支配しようとするとお伝えしてきました。中央銀行が仮想通貨を統制するというお話は闇側の計画の一部であり、獣の刻印につながるのです。聖書予言によれば獣の刻印がなければ買い物ができなくなります。どのような形でその刻印をつけるかといえば、体内にチップを埋め込むのです。これは前々から計画されていたお話で、そのチップが人々のすべての行動を監視します。それはあたかも便利でいいことであるかのように宣伝されます。例えば鍵がなくてもドアが開くとか、財布を持たなくても買い物ができるという感じにです。またスピリットはこれから出てくる新たなテクノロジーやエネルギーの会社に投資せよと言っています。これらの会社はこれから長期的に成長します。頭にある金や貴金属を採掘する会社が浮かびました。その会社は今は古いませんが、金を掘り当てると言っています。その会社の株価も大きく上昇するでしょう。ですが私の言っていることはあくまでエンタメですので博打はしないでください。すでに皆様は仮想通貨が重大な攻撃にさらされていることをご存知だと思います。そのせいで大損した方もいらっしゃるでしょう。FTX がいい例ですが、このようなことが起こると何年もの間お伝えしてきました。ジミー・ドナルドソンという YouTuber をご存知ですか？彼は5月7日生まれの牡牛座ですが、今年は彼にとって数秘術でいう1の年であらゆる物事を始めるのに最適な年なのです。彼に大企業を率いることができるのでしょうか？多分無理でしょうが彼にとっては良い学びとなるでしょう。この1年の修行で彼は大きく成長してツイッターに大きな変革をもたらします。年末のトップ10の予言とつながりますが、今年2人の教皇の葬儀があるとお伝えしました。実はそのような事態は1978年にもあったことを見つけました。この年も数秘術でいう7の年で今年もそうなのです。最近ガスストーブを禁止しようとする動きが出ていますが、それはまさに人々を凍えさせるための策略です。このような形であらゆるものが禁止されていきます。生命保険会社のデータによれば若者の死が最近極端に増えています。2021年の保険金支払い額は2019年と比べて倍になっているのです。最近10代のスポーツ選手が亡くなっていますが、これは以前予言した大量死が起こっているのだと思います。また携帯の会社が1社に統合されるでしょう。皆様の愛と援助に心から感謝しています。スピリットマン JP がお伝えしました。ナマステ。いかがでしょうか？ジョセフさんの配信頻度が年末から急激に上がっているので、ご紹介しきれていないのですが、順次ご紹介していくのでもうしばらくお待ちください。こちらで配信できないお話や、審査に落ちて配信できなかった動画などはメディアブルで配信中です。概要欄にリンクがありますので、ぜひ一度訪れてみてください。今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。